室生再生記念館は石川県金沢市千日町にある室ウ再生に関する文化施設である。金沢市出身の詩人、小説家である室生再生の作品や業績を伝え、市民がその文学作品に親しむことを目的に、金沢市が再生の生誕地跡に2002年に開設した。再生の名の由来となった、西川や養子として幼少期を過ごしたアメタカラインに近く、 金沢の古い街並みの雰囲気を残す住宅街の中にある。室生再生記念館はオープン以来2020年1月11日に来館者20万人を達成した。施設は1階と2階に展示室を備え、再生の直筆原稿や遺品などを展示している。1階には常設展示室が2室あり、ガラスに囲まれた中庭や庭作り好きの再生が、 東京都大田区マゴの自宅の庭に置いていた九十頭、四方物のつくばいなどを配した庭がある。二階には常設展示室と企画展示室が一室ずつあるほか、再生の死の朗読を聞くことができる体験室や研究、会議室が設けられている。一階受付付近には再生に関連した資料等を販売するミュージアムショップがある。また、エントランス前には、 室生再生生探知費が立てられている。金沢市文化施設共通化案件が使用できる。室生再生記念館金沢駅金沢市における位置、ABCD、室生再生記念館条例金沢市。2020年1月17日閲覧指定管理者、制度導入施設一覧 AB、室生再生記念館、財団法人東海建築文化センターハット AB、 無老再生記念館。金沢文化振興財団。2020年1月17日閲覧。無老に統一。無老再生。生の読み方。ウェイバックマシン。富山新聞。無老再生記念館。来館者20万人を達成。毎日新聞。2020年1月17日閲覧。金沢市文化施設共通館覧件、金沢文化振興財団。 ありがとうございます。